プラボカの海賊や国民の動向にまで気を配らないといけなくて、兵の数が足りていないんです。今までは魔物だけを気にしていればよかったんですけどね。ジャックさん、あんたら本当はクリスタルなんて解放してねえんだろ。風も土も何もかもみんなおかしくなっただけじゃねえか。何が光の戦士だよ。やっぱりそんなのいねえんだ。期待して損しちまった。光はないのにカオスはいるなんて理不尽だよ。闇は濃く感じるし、生活も楽になんてならないし、ほんと余計なことをしてくれたね。プラボカで海賊が暴れ回ってて、コーネリアにも攻め込んでくるなんて噂を聞いたよ。どうせそれもあんたらが原因なんだろ。あんたらの責任なんだから、あんたらが何とかしなよ。ジャックたちは間違いなく光の戦士だよ。根拠はないが俺は信じてるよ。このどんよりした空気は空模様のせいじゃないな。私たちはカオスを倒してクリスタルを解放したわ。風、火、土、水、何ってそんなことになんないじゃない。いい気分で帰ってきたらこれは何？言いたいことがあるなら言いなさい。ルカーンの予言によれば光の戦士は4人、あんたたちは5人だ。つまり偽物が混じっている。カオスの手下だという意見もある。誰が言ってるの？あなた、あなたなの？それともそこのあなた？こんなに闇を身近に感じたことはない。一体何をしてくれたんだ？ねぎらわれたいな。お城へ行こう。王様と大臣にはその義務がある。お前たちは何をしでかしたんだ。大歓迎だね。指示の通り、隠されたクリスタルを見つけ出し輝きを取り戻しました。だが火はかまどから溢れ出し、強い風が家々を鳴らしている。水が重たくなったというものや、土の変化に困惑する農民もいる。クリスタルが本来の力を発揮しているせいでしょう。おそらくこれが世界の本来の姿。慣れる必要はあると思いますがね。城下ではお前たちはカオスの手下だという噂まで流れている。あまりにも無礼ではありませんか。大臣、無礼です。コーネリアの歴史は長きにわたって混沌の闇と共にありました。それが当たり前の時代が長く続いたのです。クリスタルが輝きを取り戻したからといって、大昔の栄華を極めたコーネリアに戻るには長い時間がかかるでしょう。セーラ、変化の時が長く続くのだと思います。その中で希望を語り、民たちの不安を和らげることこそが王家の役目ではないでしょうか。大変です。プラボカの海賊どもが現れ、町で暴れています。
なんと。とはいえ海賊はそう大勢ではないだろう。早く捕らえよ。いや、討伐せよ。魔物です。魔物が町に入っています。城下は混沌としています。混沌。ええ、城門を取りよ。城の守りを固めよ。はっ。どうする。忘れたか。俺は戦うことが好きなんだ。早く外へ行って海賊を退治しなさい。あなたたちには随分よくしてきましたよ。今こそその恩に報いる時。さあ外に出て戦いなさい。城への協力の見返りに多少の狼藉は目をつぶってきた。海賊を使えると過信した私が愚かだったというわけか。クリスタルが復活したのは本当なのだろうな。混沌の闇は濃くなるばかりではないか。ジャックと仲間たちよ、これまでの無礼を許してくれ。今頼りになるのはお前たちしかいない。不埒な連中を追い出してくれ。頼む。この通りだ。どうか城下の人たちを助けてください。クリスタルの祝福を。私も少々剣の心得があります。皆さんと一緒にはいけませんが、ここで家族を守ります。クリスタルの祝福を。皆さんどうかご無事で。後ほど世界の様子をお聞かせくださいね。ジャック様、戻られて大変心強く思っております。王家の方々は我々がお守りします。ジャック。失礼します。敵発見。叩き潰すぞ。ダウンしたわよ。今の連中、正気とは思えない。だが手加減は命取り。ああ、分かってる。負けないさ。ジェド、頼めんだ。体勢を下げられたの。健康だ。ここからだ。なんかヤバくなってきた。
これ。クリスタルの闇を払ったのに、なんで？セーラ姫の言う通り、変化の時なんだろう。人の心変わりもありえる話だ。それにしてもさ、光の戦士だって持ち上げて応援してたくせにさ。放っておけ。目の前の敵に集中するんだ。終わりで。もらっておけ。戦ってる姿見ても誰も褒めてくれないんだろうね。むしろこの騒ぎ俺たちのせいにされてるだろうね。ほんと魔物と同じくらい人も闇を抱えてそうね。セーラ姫を見習ってほしいわ。報われないね、光の戦士ってのは。大歓迎だな。期待してるわ、ジャック。見つけたよ。調べておくか。ビッケ船長。
手下ども闇に取られた。ああ見た。魔物みてえだっただろう。海がすっかり変わっちまって俺たちの居場所はなくなった。心の中は不安、苛立ち、怒り、そこに闇が食いつきやがった。あっという間に。俺はよ、何もしてやれなかったぜ。不甲斐ねえ。何が船長だ。元気出しなよ。笑わせるな。もう死ぬぜ俺は。わざわざ殺されに来たのか。違う、あんたたちに会いに来た。この状況、アストスなら何とかできると思って探しているんだが、見つかりやしねえ。あんたたちも探してくれ。アストス、あいつは俺の見たところ長いことカオスと戦っている。アストスはカオスと取引をした。お前はそう言っていた。そうとしか思えない時もある。怒り、憎しみ、胸の中のどうしようもない闇、時々あいつから漏れ出していた。そん時は混沌の闇と同じ気配がしたもんだ。エルフには役立たずらしい。あいつがどっちの側なのか正直わからん。お前の目で確かめてくれ。どこへ行けばいい。アストスはどこだ。コウモリを追え。アストスの手下みたいなものだ。わかった。海賊に孫と言われたくねえだろうが、憎むな。怒りに我を忘れるな。なんでこんなことになっちまったんだ。ここまで来たのは私は初めてね。うん、私の断片的な記憶の中にこの風景はないの。何が始まるんだろう。かつてない混沌だ。まずあそこへ行ってみよう。